こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本日の動画のテーマはブラックフライデーまとめとなりますね。撮影日は11月7日火曜日となっております。まずはブラックフライデーがどういったものかまとめてまいりました。そして今回ブラックフライデーの情報が分かっておりますイオンとトイザラス、そしてベビーザラスにつきまして、ブラックフライデーの内容を詳しくお伝えいたしますね。まず一つ目はブラックフライデーまとめとなりますね。まずはじめにブラックフライデーとはどういったものか確認してまいりましょう。ブラックフライデーとはちょうどハロウィンとクリスマスの間の頃、11月にアメリカでは別の主要な休日があるんですよね。それは11月最後の木曜日に行われます感謝祭となりますね。アメリカ人の人はこの日に家族に感謝の意を表し、実家に帰ってご馳走でいっぱいの一日を過ごすんですよね。そして NFL を見て家族と時間を過ごすということであります。日本で言うとお正月やお盆のような感覚ということですね。感謝祭は木曜日なので必然的に次の日は金曜日になり、感謝祭翌日の金曜日がブラックフライデーとして知られております。そしてブラックフライデーは近年世界的な広がりを見せ、アメリカだけではなくほとんどのヨーロッパ諸国でも採用されているということですね。ブラックフライデーは小売業や大型店舗にとって顧客に素晴らしいお得なセールを提供することで、年に一番の売上高を記録する店舗側にとっても重要な日ということですね。こちらの情報につきましては、ブラックフライデーとは由来を分かりやすく説明というサイトから抜粋させていただきました。では、ブラックフライデーのまとめとなりますね。現時点で発表されておりますのは、イオンとトイザラスとベビーザラスにつきましては、開催時期の発表がありましたね。それ以外の店舗につきましては、まだ未発表なんですよね。ですが、昨年の開催時期と同等の時期に開催されると思いますね。Amazon では昨年は11月25日から12月1日で開催されました。楽天市場でも11月22日から11月27日の開催日でしたね。そしてコストコでも11月14日から11月27日、ユニクロは11月18日から11月28日、ギャップも11月17日から11月28日、しまむらは11月26日から11月30日で開催されたんですよね。この通りブラックフライデーといっても各店舗ごとに開催期間が若干異なっているんですよね。終了日につきましてはおおむね11月27日か11月28日が多いですね。では続いて目次3つ目となります。イオンのブラックフライデーにつきましてご紹介してまいりますね。まずは店舗側のセールとなりますね。ご覧の通り11月2日からブラックフライデーご予約販売会があるようですね。同じく11月2日からはお買い物アプリのクーポン祭りとなっております。そして17日からはブラックフライデードリームキャンペーンとなりますね。夢のようなプレゼントが続々ということです。そして11月23日からはブラックパンダノベルティグッズのプレゼントとなりますね。ブラックパンダ印のバッグがいただけるようです。そして11月24日からウルトラチャンスということでくじ引きがあるようですね。ではどういったセールなのか中身を見てまいりましょう。まず一つ目は11月2日から始まっておりますブラックフライデーご予約販売会となりますね。こちらにつきましては合計で先着10セット限定ということで、ブラックフライデーご予約販売会100万円セットとなりますね。内訳はご覧の通りですね。オメガの時計やルイ・ヴィトンの商品、そしてプラチナダイヤ 0.5 カラット、そしてプラチナダイヤ計 0.3 カラットのピアスなんかもありますね。そしてジュエリー収納コレクションボックスということで、全部で本体価格は6点で100万円、税込み110万円と非常に高価な商品ですね。これ以外にもありますね。合計で先着50点限定ということで、ディズニー100、純金ミッキーマウスの小判 30g となりますね。こちらは本体価格78万円、税込みで85万8千円となりますね。ご予約販売会では高額商品以外にもありますね。まず家電ですが、イオン限定モデル55型 4K テレビということで、こちらは4万7800円、税込みでは5万2580円で売っておりますね。そしてこちら未来スピーカーホームということで、本体価格は27,000円、税込みで29,700円となりますね。そしてフィルター自動掃除センサー付きのエアコン霧ヶ峰ということで、本体価格は109,800円、税込みでは127,880円となりますね。続きまして2つ目はお買い物アプリクーポン祭りとなりますね。こちらは11月2日から始まっております。こちらイオンのお買い物アプリ無料クーポンプレゼントということですね。無料のクーポン券ですので非常に嬉しいですよね。
例えば食品ですね、ご覧のような商品につきまして抽選で5000名様や抽選で2万名様に無料のクーポン券いただけるんですよね。じゃあ無料で商品と交換できるのは非常に嬉しいですね。他にも日用品でもご覧のような商品が無料で抽選ですがいただけるということですね。続いて3つ目は11月17日から開始予定のブラックフライデードリームキャンペーンとなりますね。夢のようなプレゼント続々となっております。こちらイオンブラックフライデーセールでお買い物をしてドリームな商品を当てようということですね。例えば商品券ですとイオン商品券1万円分が100名様に当たりますね。他にもメモリアルドリームということで J リーグサッカーグッズが65名様、キッズドリームサッカー教室ということで40組様、お笑いドリームライブ200組様ということですね。他にも体験ドリームということで選べる国内ペア宿泊カタログギフトが100組様、そしてスペシャルホリデー料理教室が40名様に当たるということですね。続いて4つ目となりますね。11月23日から予定のブラックパンダノベルティプレゼントとなります。ブラックパンダ印のバッグがいただけるようですね。ご覧の通りプレゼントでお得ということですね。こちらは11月23日当日直営の売店の3000円以上のレシートご提示でこちらのイオンブラックフライデー限定のバッグがいただけるようですね。続きまして11月24日から開始予定のウルトラチャンスくじを引いて集めようとなりますね。こちらは11月24日から開始予定ということで3000円レシート合算付加でお買い上げでウルトラチャンスとなりますね。特設カウンターにレシートを持っていくことでくじ引きができるということですね。1等につきましてはイオンギフトカード1000円分ということですね。他にも5等まで景品があるということです。続きましてここからはイオンのネットのセールとなりますね。ネットのセールはご覧の通りとなっておりますね。合計で6つのセールがあるようです。では中身を見てまいりましょう。11月2日から始まっておりますイオンスタイルオンライン限定クーポン配信がありますね。こちらのクーポンはイオンスタイルオンライン限定ということでお得になっちゃうんだクーポンとなりますね。期間中最大9000円のお得ということです。1万円以上のお買い上げで1000円オフ、そして3万円以上のお買い上げで3000円オフ、5万円以上のお買い上げで5000円オフということですね。続いて11月2日から始まっておりますイオンショップ限定クーポン配信となりますね。こちらのクーポンにつきましては対象商品合計1万円以上で2000円オフクーポンとなりますね。1万円以上の商品はご覧のようなものがあります。これ以外にも対象商品合計5000円以上で500円オフクーポン券もありますね。5000円以上の商品ですとご覧のような商品があるようですね。続きまして11月16日のイオンライブショッピング第1弾となりますね。こちらイオンライブのショッピングということで11月9日にはケーキやおせちの特集のライブ配信があったようですね。11月16日もライブ配信があるということです。続きまして3つ目の目次はトイザラスのブラックフライデーとなりますね。限定セールとキャンペーンについてご紹介いたします。まずは限定セールですが11月16日から11月26日でオンラインストアで開催されますね。そして店舗では11月17日から11月26日で開催予定となっております。おもちゃや子供用品の限定セール開催予定ということでまだどういったものが対象となるか分かっていないんですよね。そしてキャンペーンですが、X キャンペーンが開催されますね。11月1日から11月20日までということで、期間中にトイザラス、ベビーザラス公式 X アカウントをフォローと対象投稿をリポストすることで、ギフトカード5000円分を抽選で合計20名様にプレゼントというキャンペーン実施中となりますね。目次4つ目はベビーザラスのブラックフライデーとなりますね。こちら会員限定セールの内容となっております。例えば抱っこ紐ですと 40% オフや、そしてキルトのスリーパーですと 50% オフ、そしてパンパースのおむつなんかも 25% オフですね。そしてエッグショックということでこちら 43% オフが目玉商品となっているようですね。他にもブラックフライデーの広告はご覧の通りとなっておりますね。おおむね 30% から 50% オフの商品が多いようですね。そしてトイザラスとベビーザラスの公式アプリを初回ダウンロードいただくことで300円オフクーポン券プレゼントとなっておりますね。1回合計税込み3000円以上のご購入で使えるクーポン券ということです。